ミノーアリマ電気軌道十四型電車は、阪急電鉄の前身であるミノーアリマ電気軌道が、ミノー線用に、南海鉄道軌道線から譲り受けした、木造車体の電車である。本形式は1945年及び1949年に、当時同一会社であった、元京阪電気鉄道の宇津線に転属し、京阪の分離再独立後返却されることなく譲渡それで、 同社の5型となったが、本校ではこの車両についても合わせて紹介する。36ミノウ線は、宝塚線と共に、ミノオアリで電気起動最初の路線として1910年3月に開業したが、当初から観光客輸送が主体の路線であり、閑散時の乗客は少なかった。当初は宝塚線と共通で1型を運行していたが、 1>, 1型では輸送力に余裕があったことから、未納線に小型車を導入して1型を宝塚線に振り向けることとなり、車両数に余裕のあった南海軌道線から車両を譲り受けすることとなった。その後も、阪急では、伊丹線向けに成田電気軌道から入線した47型や、北野線向けに大阪市電11型を譲り受けした151、一型といった、 路面電車タイプの四輪単車をはじめ、木造商電の払い下げ車である90型や、加越鉄道の客車を電車に改造した96型など、他社の車両を譲り受けて、自社の輸送力増強に活用しているが、これは他の関西施設に見られない特徴の一つである。1916年8月、未納専用として、南海鉄道より、機動線の電1計算量を譲り受け、 34型34から36とした。南海時代の車番は50から52で、1912年、天の工場製の車両である。項目ごとの概要については、以下の通り。車体は、大枠も含めて木製であり、全長は、約10.75メートルと1型に比べると3メートルほど、短い、路面電車スタイルの車両である。車体構造は、 当時の路面電車としては一般的な両端にステップ付きのデッキ部を備える高床構造の二軸ボギー車で側面窓配置は D10D である。運転台部には当初よりベスティビュールを備えてはいたが客用扉はなくオープンデッキ構造であった。ミノ線では全駅にプラットフォームがあるためステップを撤去しデッキ部分の床面高さを客室と同一にしている。座席は ロングシートで1型とは異なり、客室とデッキ部との間に仕切りが設けられている。主電動機は、ゼネラルエレクトリック車製 GE-67A を2機搭載し、制御機は直接制御の GEK を搭載した。台車は、JG ブリル車製、ブリル 27GE-1 を履き、終電装置については、身の終わりまでもトロリーポールを継続して使用している。本形式は、 当初の予定通り、未納船に投入されて、1型に変わって、船内運用に充当された。1926年には、終電装置をパンタグラフ化すると同時に、デッキ部の補強と出入り口への折り土設置の改造を実施した。この時、パンタグラフに換装されなかった側のトロリーポールは、損置されている。1928年には暖房装置の取り付けも行われている。 また、美濃汚染の併用軌道区間も専用軌道化されたことからフェンダーが撤去されている。1926年には、乗せ電気軌道から自社の新車教習用として本形式の借用願いを出され、翌1927年には37型ともども借用依頼を受けるなど、直接制御の小型ボギー車である。本形式は、乗せ電気軌道の卓脚機の応援要因として、 貸し出されることが多くなった。ただ、この時期になると37型が未納線に転入してきたことから、車両運用の面で余裕が生じ、前述のように37型ともども、乗せ電気軌道に貸し出される機会も増加した。1930年には37型と交代して、40系5両が未納線に転入、通常の運用は四十型でまかなえることから、余剰となった。 本形式は旧社となり、池田車庫に留置された。北野線は、大阪市内高架複々線完成の後も残った、平用軌道区間を活用した、梅田駅北野駅間 0.9km の路線である。当初は、大阪市電から購入した151系4両が運用についていたが、これを本形式に代替することとなり、1933年にデッキ部分へステップを、 再度取り付け、客室から一段低くするとともにオリり道ステップの部分まで延長。フェンダーの再装着といった路面電車向けの改造を実施された。ただし、北の線もパンタグラフ終電となっていたことから不要となったトロリーポールは撤去されている。再び路面電車スタイルの車両に戻った本形式は、 151型を置き換えて1937年11月より北野線での運用を開始した。1939年には当時在籍の各形式同様等化完成工事を実施されている。1930年代後半に入ると、住民要望や戦時体制下における陸上交通事業調整法における事業調整などから動線を含む、 私鉄各社の軌動線の大阪市電への編入が検討されるが、阪海電鉄以外の路線の編入は実施されることなく、太平洋戦争の終戦を迎えた。終戦間近の1945年4月に、北野線の運行本数が削減されたことから、当時は、同じ京阪神急行電鉄の路線であった、元京阪電気鉄道の大津線区のうち、 平坦区間の石山坂本線へ36が、転属して5型後となり、北の線には34と35の2両が残された。戦後も、この2両が、老朽化した車体を酷使されながら運用されていたが、北の線の営業が1948年12月31日、限りで終了したため、再び旧車となった。石山坂本線は、大津市の南北を、 琵琶湖岸に沿って走る路線であるが、開通当初は南北で路線の性格から車両規格まで大きく異なっていた。大津電車軌道の路線として路面電車規格で開通した三井寺駅以南の区間は、大津の中心である浜大津界隈や古い城下町のゼゼといった人口密集地を抱え、対正以降は石山に進出した東洋霊ンの 工場をはじめ繊維関係の工場が立地するなど都市化が進行していた。一方、琵琶湖鉄道機線が高速電車規格で開通させた三井寺駅北の区間は別所駅周辺に大津連隊が駐屯し、滋賀里駅周辺には水上戦闘機強風を要して京阪新地区の防空に当たった大津海軍航空隊の施設があるなど軍事施設をつないでいたが沿線は 古くから比叡山に延暦寺や日吉大社の門前町として栄えた坂本周辺を除くと農村地域であり坂本駅を発車した電車は田園の中を一直線に大津市内に向けて南下していた石山寺駅坂本駅間の直通運転は三井寺駅北の各駅に定床ホームを設けて路面電車タイプの車両が 直通運転を行う形で1931年から実施された。ところが直通運転に充当された車両が大津電車軌道引き継ぎの老朽木造単車であったことから乗客数の伸びに対処できず太平洋戦争末期には沿線の工場の多くが軍需工場に転換されてしまったことから輸送力不足は眼下できない課題となった。 こうしたことから1944年4月からは直通運転区間を大見神宮前駅までに短縮し、浜大津駅に仮設の高床ホームを急増して、ラッシュ時には高床車が浜、大津まで乗り入れることとなった。それでも輸送力不足は解消されず、浜大津駅以南の各駅にも仮設の高床ホームの建設を進める一方、 1945年3月には営業休止となったあたこ山鉄道から同社の1系3両を入線させた。そして輸送力増強の第2弾として北野線の減便で余剰となった36が車番を後に海板の上終電装置をパンタグラフからトロリーポールに換装して同年5月に石山坂本線に入線することとなった。これで本形式は 南海機動線、阪急、京阪と関西大手私鉄三社で使用されるという珍しい経歴を持つ車両となったが、京阪はこれ以前の1917年1月の深草車庫火災による車両不足時に南海機動線から電一計46から49の4両を3ヶ月前後借用していることから、南海と京阪は全く縁がなかったわけではない。 大津線への転属に際しては、1945年5月に完成した北野線と大阪市電との連絡線から大阪市電に入線、市電車両に牽引されて野田橋にあった京阪本線との平面交差で京阪本線に入線、三条駅から京神線に入線して、浜大津駅構内の連絡線を渡って、石山坂本線に入線、西寄折車湖に入戸して、 整備の上、石山坂本線での運行を開始した。本形式と先に入線した1型を活用して、同年6月から高床車の乗り入れ区間が阿わ津駅まで延長され、戦後の1947年には石山寺駅まで延伸されて、全線で高床車が運行されることとなった。それと共に老朽短車の廃車が進められたが、 本形式は一両だけの存在であるにもかかわらず、ボギー車であったことから、同じ路面電車スタイルの二重型や三重型とともに、低床車運用に充当された。それでも老朽化は進行しており、1949年の夏季輸送終了後に廃車される予定であった。ところが、同年8月7日未明に発生した、四宮車庫火災で、 当時の京進線の主力であった5 0 7レーン型を中心に22両が被災し、低床ホーム区間で使用可能な車両が危機的なまでに不足する状況となった。このため、急遽小型の延命が決まるとともに旧車中の34.35が阪急 1K14.15 とともに同年秋に応援入線して本形式の続版である6.7となった。 都色は転入当初、半球マルーンであったが、1951年までに、当時の京阪の標準色であったクリームと、ライトブルーのツートンカラーに変更されている。シャバンの表記も当初は、半球の大型ゴシック体に似た表記であったが、後に、当時の京阪標準のローマン体に書き換えられている。大津船区の気球損亡の秋に、 その再建に貢献した本形式であったが、もともとが廃車対象車両を延命して使用していたものであった。上、その後の京進線復旧の過程で、石山坂本線の車両を全車高床化し、路面電車スタイルの車両は全車京進線に振り向ける方針が決まった。そのため京進線の急勾配に対応できない、本形式は小型で老朽化も進んでいたことから、 引き続いて阪急から入線した10型6両や、京阪本線から入線した200型に置き換えられることとなった。本形式は、坂本駅の低床ホーム高床加工事が完成した後は予備車となり、1953年8月に全車廃車された。2015年5月16日17日に、梅田の茶屋町界隈で街全体をステージや、 スタジオセットに見立てての、回遊型エンターテインメントイベント、チャリウッド2015茶屋町が歌う、踊る、回る、が開催され、その展示物の一つとして、本形式の実物大ダンボール模型が制作された。模型は、北の戦時代の姿がベースで、開催期間中は、茶屋、町アプローズ1階がレリアに展示された。ありがとうございます。